どうも、エルザレットです。それではコントロールやっていきましょう。今回は続きですね。冷却装置、は止めたので、次は変換器の修理というところとなります。いた君、なんか見たことある顔だね。さあ、変換器は下が配管ってことは、もちろんやっぱ上と思ったけど、こっちか。まあちょっと戻る感あ、そっか、そういうことか。普通に、そうだよね、普通にマップ中動けるから回避ボタンを押したらそりゃ飛んでいくわね。マジか、思わず言葉出なかったわね。え、 I can fly とか誰か知ってるかな、見る人ね。だいぶ世代ネタやね。じゃあ、こっち行ったらまた落ちるから、下から行こう。いやー、マジ、アイキャンフライやったなぁ。まあ、こっちの方は多分、敵が出てくるんじゃないかな。いや、意外と出てこないね。一回管理人の元に戻る感じかな。いや、違うね。貫通してくる。痛い。結構攻めてくるのね。後ろか。はい。さあ、浄化。これは何なんだろうな。これね、当たるとダメージ受けるのよね。いや、にわかんかせ。やっぱ爆発するよね。なんかな、この先やっぱダメだね。ちょっと。ダメージを受けるような感じが入るね。ちなみに銃はまだ作れないか。アイテムが足りないね。これはこれでいいのか。もうダメになってる。俺にスナイパーライフルをくれ。ここいたよね。そうね、繊細なのはね、避けられるからな。よし、エネルギー変換室。ちょっと待った、左はね、ちょっと苦手なんだよ。結構、お近くにいたんですけどね。ドン、よし。ドン、痛い。ショットガンで一気に近づいて殴ると合わせてやった方が早いか。
同逆ドンのドン、違う、後ろやった、痛い。あー意外とダメージ入ってないね、3段。そうか、思ったよりダメージないか。ヘルメットかぶってたからかな。そんな高次元までヘルメット強い？この隙間、どう待ってた。あ、いらっしゃい。痛い。危ない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 。よし、いやあんさ、いくらなんでもさ、そりゃ痛いって。はあ、ちょっとねえ、ここら辺に。うわやっべえな。しかも画面が見づらくなるっていうね。よし、あと1枚はどこだ。さあちょっとでもね、画面が見やすくなればね。どこに刺せばいい？あれまだ上か。うい。刺して。回れるだけかな。あ、そうだね。やっぱ回れるだけだね。ドン。あまりアイテムないかな。ないか。いや回復が少ないのでかなりきついね。音がした。し、針はね。その敵の近くでも実は発生させることできるんだよね、これね。がうまく離せば超近距離で当てれるんだけど。回復落ちないよね。さあロックダウンを解除しよう。アイテムはない。普通に飛び越えられるんだね。いやー、どんどん手強くなってきたね。やっぱむずいな。面白いけどね、これぐらい難しいと。これディビジョンしてなかったらもっとダメなんだろうね。まあ明らかにバトルですと言わんばかりのね。
先生。結構降りてきたね。走れ走れ。とりあえず走れ走らせで。逃げろ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 。危ない危ない危ない。いやダメだ、命中率落ちてる。ドンと、よし。いや、盗客が優秀すぎるわ。さあ、何気にサブミッションもね、そのままクリアしてるんでね。ああ、通り。いや。これは、お、浄化だね。さあ、浄化。さあ、今にもなんか連成しそうな感じではあるけどね、ポーズはね。いやあ、トレンチ。いやそれなんか押したらさ、なんか押したらなんか始まりそうな気もしてね。あ、そうだ、先にちょっと指令を達成したんでね。いや違う、これとこれが OK。 セクター、あー、エグゼクティブだから違うか、場所が。盗客貫通を、あとアストラルが、ハウスメモリーあと2つか。あ、ポイント貯まれば連射の方も上がるね。いや欲しいな。あとはこっちじゃない、これは、あ、これいいな。返却、まあ 5% か。当て切ればっていう感じだね。発射率がいまいち分かんないとこもあるけど、とりあえず持てる数が、ちょっとね、少ないやつはかぶってるのが、こっちもだね。今ヘルス24、盗客にコスト7、並べ替えができればすっごい助かるんだが、9はダメ、87、あとは25が最大で、これはここがかぶりか、全く一緒やね。まあ複数つけれない以上はそんなにまだ持っててもね。さあ、ボタン押しますか。ポチッとな。え？そういう感じ？いや、超便利じゃん。てか便利すぎるじゃん、その銃。That's it. The other sector should be open now. I'm here. I'll risk it. You two should get to know each other. さあ、エミリーっていうのがロード画面に出てくるあの青いやつのことなんだね。もうね、いろんな情報が多すぎてね、誰の名前かがなかなかね、つかめなくて。
そういう感じ。ここに繋がるんだ。はあ。ドン。なんだろうな、ドンって言って思い出したけど、オードリーの春日さんの笑い取る時の感じやね。ドンってね。さあ次。メンテナンス。でもね、エミリーと会話しないとダメだよね。ミッションの確認しようか。やっぱ合ってたね。まあ報告しに行こう。いやーマジで、いやー変なモンスター出なくてよかった。マジで冷却の方はひどかったからね。あれなんかのモンスター名前もそのうちわかるのかな。いやー辛かった。まあでもこれで戻ってきて、多分違うところとかずっと通れなかったところがあるんでね、多分そっちがいけるんじゃないかと思うんだけどね。はい、ただいま。And you lifted the internal lockdown. Let's talk, Emily. Yes. Listen, Emily.Screw it. Just tell her. I haven't been completely honest. I have a younger brother, Dylan. When we were kids, we found an old slide projector in Ordinary's landfill. The slides created doorways to other places. Bad things happened. Came through.That's all she gets. The rest stays locked inside. But we found help. Through one of the doorways, we met something. A being. A being? What kind of being? It's hard to describe, but it... She helped us.We managed to turn the projector off. The bad things that came through the doorways were gone. After that, your people came. Tried to grab us. I ran away. They got Dylan. I left him behind. Bureau agents took your brother? Yes. You covered it up. No one believed me.I just want to find Dylan. I've been looking for him ever since. What happened to the slide projector? It sounds like another object of power. I thought you took it. The Bureau. Along with Dylan. I've never heard of it. But around here, I assume everything's classified. You know, I looked into the ordinary AWE case files after you mentioned it. Trench and Darling were both involved.A large area of the containment sector was reserved for it. The case hasn't been active for a long time. I have no idea if anything's still there. Can you tell me more about this being you found? Let's hope you two get along. She's been with me ever since Ordinary. In my head. She led me to you. I call her Polaris.As in a guiding star. Did Polaris know about the hiss? If she got you in here in spite of the lockdown, she's very powerful. Which may help explain your test results. Your readings are incredible, Jesse. Now, cross-referencing them with the database, I found two matches in Darling's old classified files.Unfortunately, I can't access them beyond the file codes. But one was P6, referring to a prime candidate for a potential future bureau director. This was logged years ago,
Dylan. Is that Dylan? The other match is on something called Hedron, which must be connected to these Hedron Resonance amplifiers somehow. All I know is that Marshall went to the research sector to secure the HRA production after the HIS first attacked. So, Marshall seems like our best lead on Dylan. I need to go after her. How can I get to the research sector? Use my keycard. The sector elevator will take you there. お、上がったね、レベルね。さらにちょっとお宝を探していけるね。What Emily told me about ordinary, my powers being connected to things in the Bureau's past. I am so close to something. Do you feel it? Something's coming. We take turns to come for a visit. I helped you. You owe me now. And when time comes, I will come calling. さあ、次のミッションスタートっていうとこだね。さあ、弟は連れ去られたみたいですね。となるとだよ。ミッションだけちょっと確認して、まあマーシャルを発見せよと。まあその前にちょっとねステータスを上げてだね。いやー、てかこっちもねまだ解放されてないのがあるからガンガン上げるのちょっと気にはなってるんだけど、うん、エネルギーはちょっと上げよう。あか、もうないか。お、ポイントが手に入れば連射の方は作れそうだね。さあ次行くべきは、他の階になるのかな。こっちではないか、反対か。あ、研究セクターか。さあ次はマーシャルっていう人だね。まあ話の展開も早いなっていう感じはするけど、謎が多い感じだからね、やっぱ終盤になって回収できる感じかな。まあただ弟というところは実際捕まってたんだよね。なんか死んだのかなってずっと思ってたんだけど、まさか捜査局に捕まっていたっていうことはね。さあ新しいマップと。セントラル研究。ああ、ここがいたわけか。釣られてるじゃないですか。射程的に判定が届かないか。ん？この人を今探してるんだよね、ダーリング博士ね。Authored studies of grave importance, and in all this work, there is one thing we know, and that's how little we truly know. Rest assured, we're committed to keep pushing the known laws and borders of reality, and to make the Bureau proud. So, welcome. Assuming you have the necessary clearance, and do follow the safety protocols. Read the manual. Otherwise, bad things will happen.Research sector, huh?
home of the Bureau's mad scientists. ああ、ここは戻ってくる感じね。よし、行こう。まあ、研究員を集めてた感じではあるけど、なんか落ちてきたね。浮いちゃいますか。避けるんだよね、この浮いてるの。そっちだ、紛らわしいな。危なっ。もしこ、あー、そこまで完璧に避けれる感じではないか。であればドン。残念なぁ。これはちょっと待った。待ってる。揺れすぎて。いや、苦手やな。揺れるの。いや、これ苦手やな。隠れればいいけど、ここ隠れれねえしな。あとどこいる？めちゃくちゃ、あ、なんか今ネームドがいた気がする。いや、いた。よし。ゲットしてない。いるよね。あれ絶対スナイパーだよね。そうだよね、手の向き的に。マジか、今の当たらないのかい。ドン。めっちゃ出てくるやん。マジかい。あ、こっちもね、凍結がなかなかのもんでは。結構がっつり向かってくるのね。シュート行こう。いや、結構長かったな今の戦闘は。まあアイテムは、おお、なんか
危ない感じ。ドン。そう。まだこっちはいけない感じか。だね、やっぱまだいけないのか。となると上か。あれ通れるようになってる。なんで？マジか、さっきのバグかもしかして。うわーマジかー、やられた。いや、そりゃねえわ。そりゃねえわ。マジで。She's in trouble. I need to reach her.左奥の方にいるね。見えるか。あの。パワーオブジェクトの方に向かって歩いていくって感じだけど、アイテムない？ないね。いやーマジかー、バグかー。トン。まず君たちをできるだけね、刀脚をうまく使って。マジか、綺麗にしまった。ライフが見えるってことは頭がちょっと見えてんのか。よし、あーやっぱあのギリギリで戦うのが一番良かったんだね。はい、回復だけして、あ2万溜まってる。おお、いやマジさ、あのそういう攻撃されるとさ、めっちゃビビるって。スナイパーもいるしな。たまにやるね、瞬間エイムがね、刺さる刺さる。おいと。OK かな、よしよし。でもさっきの瞬間エイムはなかなかいい感じに決まったね。アイテム、あったあったあった。資料だけいただいて、次。ん？あ、これコントロールポイントなんだ。さあ、アストラルビルディングと。お、電車の組み立て。
貫通。はあ。まあでもこれだよね。まあ、銃は手に入れるだけ手に入れて一気にアップグレードしていく感じかな。エグゼクティブこれかな。特に武器がそもそもないしね。よし、もうちょい、もうちょい頑張ろう。ちなみに、まあ、やっぱ切り替えか。連射グルービングは上げて、連射速度ダメージ、これが連射モード、やべえなこりゃいいぞ。ちょっと使ってみよう。さあ今回のパワーオブジェクトは何になるかっていうところだよね。まあピラミッドね、あの黒いね。We've been able to record footage of the astral plane by monitoring the brain activity of those experiencing it. That is the only concrete material that has come out of the astral plane. Astral plane って言うんだね。Shocking exception. In the astral plane footage, we're always in the vicinity of the pyramid. We've concluded that this, not the entire plane, is what the board controls. We have glimpsed movement.Native species always in the distance, and yet contact was made. We don't have footage of this, a technical malfunction, but when one of our astronauts returned, a brain cloud, an astral fugue, had hitchhiked a ride in his head. It ruptured out, killing the subject in question. It's a relentless predator pursuing thoughts, minds, lethal to those the entity feeds on. Proper containment protocols are to be observed when dealing with it.まあ、あのアストラルか、あれを研究してるの分かったけど、主なターゲットサブか。マジか。あれってことはさっきのアストラルの中のものが入ってきたってこと。あれ避けていかないかんわけか。避けゲー、あれは攻撃しても倒せないからってことは現実とごちゃ混ぜになってるってことか。これがあるとかでかっことだよ。おい、めっちゃ近くいる。ここ通って。はいはいはい。はいはいはい。あれ倒せってことじゃないよね、さすがにね。早いな。動き早いな。はい、抜けます。はいはいはい、そういうことね。
閉じ込めろということか。え、ってことは？ですよ。スタミナが正面開けてで閉めないといけないんだけど、あれ周りのものちょっと排除しておかないとできんな。閉じ込めて、でも閉じ込めて閉じ込めてね、まあやるしかない。やった、銃使えるってめっちゃ喜んでたら全然関係なかったっていう。はい、アイテムは一応ゲットはしてるか。よし、問題はあれをどうやって落とすかなんだよね。ああ、スイッチがあるからこういう感じか、最終的には。こっちも閉まるのか。ああ、じゃあこれでよかったんだ。んで、あ、このボタンも意外とよかったんじゃねえか。さあ、閉じ込めた。あ、これが閉まるとか。なんか無視していけたんじゃねえかとか一瞬思ったけど、まあまあ。We need backup down here. やめてくれ。いきなり声出すのはやめてくれ。Marshall, are you still there? Shit. We're so close. マーシャルが。やべ、やべーのいるな。痛い。あ、レスキュー系がいるのか。回復が入ってるんだ。超めんどくさいじゃん。マジか。ちょっと待って、そうなってくるとさ、めっちゃいつ回復するんだよな。
まったな。待て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 。さあ、なんとか。ヒーラーはどこだ？逃げろ逃げろ、アイテムも発見。いやー、ここアンチやん。おー、いたどっちや、上や下や、どっちや。痛いなぁ。ちょっと回復で。あとは。それが強いって。しかも追尾力も結構あるからね。さあ、お土産。さすがに。待て待て、まだいんのか。ちょっと逃げ。見せかけてアイテム拾い。来ないか。上だよな。あ、いた。そこにいる。顔は出してこないかな、かなか。角度を変えて、おう、痛いね。おお、マジか。マシンガン撃ってもな、距離的に。いやー、その上は辛いな。
待て待て、その爆弾の数。する方が無難じゃん、サブマシン。でも弾切れ早いな。やばい、引っかかってる。そうそう、そうやって踏み込んでくれれば。ディビジョンみたいなのグレネード返せねえかな。はあ、倒した。はあ、敵が強え。銃のアップグレードするのにちょっとやっぱ探索しっかりしないとつらいね。浄化ポイントもある。いやー、でもその前に、取れるもん取っといて、セーブしよう。マジ大変や。さあ浄化。エレベーター使って、話は進む感じか。そう、ちなみにレベルは全然上がってないというね。いやー、結構厳しくなってきたね。でスキルポイントが上がるタイミングもいまいちつかめてないところがあるんで、この辺りやっぱクエストかな。サブクエこなしたら多分もらえるんだろうね。いやー、じゃあ今回ここまでしましょうか。まあ公開、まあそうだね、ということで、ここまで動画の方見てる方はここまでですねとなります。いやー疲れた。まあだいぶ適当の戦闘も多くなってきてるんで、次回もそうですね、この続きをやっていきたいなと思います。じゃあここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあまたな。